カロリナハコガメ、カロリナハコガメ、学名は、ヌマガメかアメリカハコガメ属に分類されるカメ。アメリカハコガメ属の模式種。アメリカ合衆国、インディアナ州北部、ウェストバージニア州、オハイオ州、ケンタッキー州東部、コネチカット州、サウスカロライナ州、ジョージア州、テネシー州東部、デラウェア州、ニュージャージー州、ニューハンプシャー州南部、ニューヨーク州、 ノースカロライナ州、バージニア州、バーモント州南部、ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、ミシガン州、メリーランド州、ロードアイランド州アメリカ合衆国、フロリダ州東部アメリカ合衆国、アラバマ州南部、テキサス州東部、フロリダ州西部、ミシシッピ州南部、ルイジアナ州南部のメキシコ湾岸メキシコ、サンルイスポト州、タマウリパス州、 ベラクルス州北部アメリカ合衆国アーカンソー州アラバマ州イリノイ州南部インディアナ州南部オクラホマ州東部カンザス州東部ケンタッキー州西部ジョージア州南西部テキサス州東部テネシー州西部ミシシッピ州ミズーリ州ルイジアナ州北部メキシコカンペチェ州キンタナロー州北部ユカタン州 最大二十21.6センチメートルとアメリカ箱が目属最大種。廃坑はドーム状に盛り上がり、高高は高調の42%以上。上から見ると幅広い円形。復興が地面と平行に接する状態で、第1、C パ板の傾斜の角度は地面に対して50度よりも大きく傾斜が急。第2から4、C パ板にはあまり発達しない筋状の盛り上がり。 ヒールが入る。第一円カ板パンは台形や長方形。復興の蝶つがいは第五円カ板パンと第六円カ板パンの継ぎ目、シームよりも前方にある。卵は長径2.5から 4cm、短形1.7から 2.5cm の楕円型で、殻は薄くやや硬い。孵化直後の幼体は、校長2.5から 3.5cm。オスの生体は、 交際が赤、アメリカ合衆国、灰色や紅白色、メキシコ。幼体やメスの生態は、交際が高褐色、アメリカ合衆国や褐色、メキシコ。オスの生態は、メスよりも頭部が大型になる傾向があり、交際が赤や白。またオスは、光子の爪が太くて、短く、強く湾曲する。メスは、胞子の爪が細長く、 湾曲が弱い。最大でも、高調2 0センチメートルを超えない。種内では、廃校は幅広く、上から見ると円形。廃校の色彩は、暗褐色や褐色で、黄色や泡橙色の斑紋が入る。復興の色彩は、暗褐色や褐色で、黄色い斑紋が入る。後足の後は4本の個体が多い。最大高調1 7 5センチメートル。 廃校の色彩は黒や暗褐色で、黄色は黄色。廃校の甲板には黄色い放射状の斑紋が入る。後足の跡は三本。頭部や四肢の色彩は暗褐色。側頭部には左右に二本ずつ黄色い筋模様。四肢には黄色い斑点が入る。最大野足,足照明メジャーは大きなのい。種内では廃校が細長く、高高高は高い。 また、後部円甲板が外側へ広がり、反り返る。廃校の色彩は、暗褐色や黒で、一部に、黄色や大色の不規則な反紋が入る個体もいる。復興の色彩は、黄色や高褐色で、外縁やシーム周辺が、暗褐色。後足の後は4本。頭部や、四肢の色彩は、灰色や暗褐色で、粉汰や下顎が単光色になる個体もいる。 種内では、肺校が細長く、甲高,高は高い。また、後部円看板が外側へ広がるが、反り返らない。肺校の色彩は、黄色や高褐色で、シームが暗褐色。また肺校に黒や暗褐色の不明瞭な斑紋が、少数入る。後足の後は3本。頭部の色彩は、白、一色か、主にオス、褐色に白い斑紋、主にメスが入る。 最大高潮16.5センチメートル。廃校はやや扁平で、中央よりやや後方で最も高くなる。廃校の色彩は、淡褐色から暗褐色で、反紋は入らないか暗褐色の不規則の反紋が入る。復興は、黄色や高褐色で、シーム周辺が暗褐色。頭部や獅子の色彩は黒や暗褐色で、黄色や大色の反紋が入る。 後足の跡が三本の個体が多く、和妙の由来になっている。足ミオトライングウィスは三つの爪があるのい。オスの生体は頭部が赤い個体がいる。最大高長16センチメートル。種内では、肺高は細長く、高高が高い。後足の跡は四本。病体やメスの生体は、肺高の色彩が高褐色や泡褐色で、 黒や暗発色の放射状の反紋や反転が入る個体が多い。妖体は甲板が暗色で幅広く縁取られる。また頭部や獅子の色彩は褐色や暗黄色で頭部に黒い反転が入る個体が多い。さらに交彩が褐色。オスの生態は廃校の色彩が単色でチームの周辺を除いて暗色斑が消失して不明瞭になる。また頭部が白くなり、 交際が灰白色や紅白色。族内では、形態、ミトコンドリア d n a の分子系統学的解析から、沼ハコガメと近遠で、単系統群を形成すると推定されている。種内では、アシュ、ガルフコーストハコガメが、最も初期に分岐し、元アシュとフロリダハコガメの2アシュからなる、単系統群、アシュメキシコハコガメ、アシュ三指ハコガメ、 アシュユカタンハコガメのアシ種からなる、タンケ群を形成すると推定されている。また、後者のタンケ群内では、アシュ、三ユ指ハコガメが、文化が大きいアシ種で、アシュメキシコハコガメと、アシュユカタンハコガメでタンケ群を形成すると推定されている。主に明けた森林に生息するが、湿生草原や牧草地などにも生息する。 中高生だが、夏季になると、白明白某時や、降雨後に活動する。乾燥すると、落ち葉や、倒木のもと、他の動物の巣穴、泥中などに潜って休眠したり、高温時に水中に移動することもある。メキシコに分布する足は寒気に休眠することもあり、アメリカ合衆国北部の個体群は14月まで、冬眠する。植生は雑食で、昆虫、蜘蛛、ター類。 甲殻類、陸生の貝類、魚類、両生類やその妖精、小型爬虫類やその卵、小型哺乳類、動物の死骸、層の茎や葉、果実、種子、キノコなどを食べる。通常は陸上で採食するが、浅い水中で採食することもある。繁殖形態は卵生。主に春季に交尾を行うが、生死が、 春季から夏季にかけて作られて周期に成熟するものの、清掃に貯蔵されるため陶器を除いて、終年交尾することもできる。オスは、メスの近くで死種を伸ばしながら、頭部を持ち上げる。メスの甲羅に噛みついたり、メスに体当たりし、交尾を迫る。メスはオスを受け入れると蝶つより後方で復興を、折り曲げて、廃坑との間に隙間開け、オスは、メスの甲羅に乗って、 メスの廃校と復校の隙間に、後足の爪を引っ掛ける。そして頭部を伸ばして、廃校の全部に噛みついた後、オスが後足の爪を、メスの甲羅に引っ掛けたまま後方に引っり、帰ったような体勢で交尾する。メスの体内でも生死が貯蔵されるために、交尾なしで産卵後の翌春に卵を産んだり、交尾した4年後に卵を産んだ例もある。主に5から7月に夜間に規定が砂や、 年度の小高く開けた場所に深さ7.5から10センチメートルの穴を掘って、1回に1から11個、主に4から5個の卵を主に年2から3回、多い時は年5から6回産む。産卵の間隔は12から38日。卵は70から80日で孵化する。孵化した幼体は9から10月に地表に現れるが、そのまま地中で越冬し、 翌年の春季に地表に現れる個体もいる。地域にもよるが生後5から10年で生成熟すると考えられている。ネイティブアメリカンは本種を食用や薬用にしていたとされる。開発による生息地の破壊、ペット用の乱獲などにより生息数は減少している。また、ペットとして飼育されていた個体の息や脱走により、 本来の分布とは異なる場所で発見されるなど、人為的な分の格乱による遺伝子汚染が懸念されている。ネイティブアメリカンの遺跡調査から、現在の分布も本来の分布域よりも北へ拡張されたとする説もある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前は、野生個体の生態、主にアッシュ三つ指箱亀や元アッシュが大量に流通していたが、 粗雑に扱われ、命を落とす個体が多かった。1995年に、アメリカ箱がメゾコガ族単位で、ワシントン条約に掲載され、続けて、アメリカ合衆国からの輸出が飼育か繁殖個体も、含めて、ほぼ停止した。そのためヨーロッパからの飼育か繁殖個体が、主に流通していたが、日本国内での飼育か繁殖個体の流通量も、増加している。 ヨーロッパや日本国内では、元アッシュやアッシュ三つ指箱亀の流通量が、他、アッシュフロリダ箱亀の流通量は少ない。メキシコは、爬虫類の輸出を法的に厳しく制限しているため、メキシコに分布するにアッシュの流通量は少ない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。